ようこそいらっしゃいました。個人税の非空挺乗り VTuber、ゼンマイ蒸気です。スティングパンクは好きかい？俺は好きだよ。この動画シリーズでは、商業から同人まで、いろいろな TRPG を紹介していきます。今回ご紹介するルールブックの、プレイの準備の項目には、こう書かれています。明かりを消し、一息入れる時間を設けてください。静寂に身をさらしましょう。そして、幾星霜の、年月の重みを思い描くのです。そしてこの言葉で始まるのです。スケルトンの守護者よ、よみがえり、墓所を守れ。今回ご紹介するシステムはこちら、スケルトンズです。こちらはいろいろと変わったシステムで、2016年にバリー・プルピット・ゲームズというアメリカのインディーズ TRPG メーカーの作品だったんですね。それを日本人の塚越東也さんが翻訳されたものです。塚越さんは他の TRPG の翻訳もされている方なので、Twitter アカウントをフォローしておきましょう。URL は概要欄に貼っておきます。塚越さん、この動画を作るにあたり、お名前なんて読むんですかって DM、大変失礼いたしました。このインディーズメーカーバリー・プルピット・ゲームズは第三次 TRPG として一部で有名なフィアスコを生んだ集団です。デザイナーさんも同じ方です。TRPG というと正直、大別すれば細かい工夫など、他にもディテールとかを全部無視してですよ、そういうのをあえて全部無視して大きい括りに振り分ければタイプに収まってしまうでしょう。ジャンルが、例えば種族と職業を選んで戦闘してっていうものや、探索して情報を集めて推理するもの、それからランダム票を振ることを楽しむものなどもありますかね。これは TRPG に限ったことではないんですが、企業から出版されたものは特にその傾向が強いですね。これが悪いことだとはもちろん言いませんが、この集団はインディーズらしく需要に迎合せず、アイデア一発の尖った作品が多いみたいです。インディーズ、日本だと同人って分類ですかね。その魅力はまさにそこですよね。コンピューターゲームの世界でインディーズ流星の時代が来たように、 TRPG の界隈でもインディーズもすげえんだぞって思い知らせてくれる作品は多いんですよ。まあ尖ってる分相性っていうものがはっきり出てしまうんですけどね。今回紹介するスケルトンズもそういったものです。食べ物に例えるなら珍味みたいなシステムです。なんとこのシステム、プレイヤーキャラクター全員スケルトンです。しかもリアルに瞑想の時間が設けられています。なんと最長で6分間、プレイヤーたちは明かりを消した暗闇の中でじっと静かに過ごすっていうルールが存在するんですね。キャラクターじゃないですよ、プレイヤーがです。なぜスケルトン限定なのか、何のために瞑想するのか、そしてそれはどのように機能するのか、それらを説明するためにゲーム自体の紹介へと移りましょう。ではゲーム内容のご紹介です。まずルールブックのゲームの内容の説明にはこう書かれています。スケルトンズは試作的な構造を持つ自由な形式のゲームだ。話の筋は古典的なダンジョン探索ものの裏返し。このゲームで君たちがプレイするのは侵入者ではなく守護者。そう、呪いを受けて未来永劫墓所を守る羽目になった存在なのだ。ルール的なことは口述するとして、まずは雰囲気と世界観から紹介します。いつも通りね。ファンタジーのゲーム経験がある方ならピンとくると思うのですが、古代の墓所や遺跡タイプのダンジョンってよくありますよね。スケルトンなどが守っているあれです。あそこにいるスケルトンが本作のプレイヤーキャラクターたちです。ただし倒したはいいものの、大したものも持っていないし、アイテムの回収すらスルーでいいやと打ち捨てられるようなモブではありません。よく考えてください。スケルトンです。アンデッドです。
肉はありませんが動く死体なんです。それはつまり生前という時代が彼らにもあったんです。彼らにも名前があり、愛した人がおり、財産もあったんです。そしてきっと同じスケルトンとして存在している彼らと今ここにいるのは偶然ではないでしょう。同じ墓所を守っているのです。似たようなタイミングで死亡し、同じ呪いによってチームを組まされていると考えた方が自然です。では生前の関係はどのようなものだったのでしょう。すべては忘却の彼方、いつ死んだのかすら定かではありません。スケルトンたちはただ墓所を守るための番人に過ぎません。普段その心は闇に閉ざされています。しかし侵入者が墓所に踏み込んだその瞬間、スケルトンたちは役目を果たさなければなりません。呪いによるその姿通りの獰猛さをもってあらゆる来訪者に立ち向かい墓所を守る役割があります。侵入者を排除するという役目を果たす、そのわずかな間だけスケルトンたちは動き思考し物を感じ取ることができます。繰り返しますが、それは侵入者が墓所に踏み入ってからスケルトンたちが排除するまでの間のみです。それは数年間隔か、もしかすると千年の眠りを挟んでいるかもしれません。ごくごくごく稀に現れる侵入者と戦っている間にのみ、スケルトンたちは自らの過去を断片的に思い出すこともあるかもしれません。スケルトンたちは人形のように時が止まり、侵入者と戦い勝利しまた眠ります。過去を取り戻すこともあるでしょう。守るべき墓所や時にはその身自身が変容することもあります。そのサイクルを繰り返すことで自分たちが守る墓所がそのセッションにしかない唯一のものとなっていくでしょうし、文字通り設定の肉付けがなされて、ただのスケルトンの一体から一人のキャラクターへとなっていくでしょう。しかしいつかは侵入者に負けてしまうんです。これは当然のことではあります。彼らはアンデッド、寿命はとうに終わりました。それは負けるまで永遠に戦い続けることを意味します。そう、負けてその骨の体が砕かれる、いつかまで。いつか終わりが来ることは最初から決まっているんです。このゲームはすでに死んでしまったスケルトンたちの過去を紐解き描き色付けし、アンデッドとしてすらも終わりが確定している彼らに過去を後ろを振り向かせてあげる、そんなシステムとなっています。セッション後はお気に入りの飲み物を飲みながら、持ち寄ったお菓子でも食べながら、今行ったセッションで感じたことや今回のスケルトンの彼らについて語ってみるのもいいでしょう。では次にゲームシステム面への紹介へと移ります。さてルール設計、システム面の解説です。同時に売りも解説していきます。はじめに本書はかなり薄いです。懇切丁寧な世界観の説明や様々な種族や職業、技能などもありません。なぜならスケルトンたちにとっての世界は墓所の中だけだからです。外の世界に出ることはありませんし、その必要もありません。何度も言っているようにキャラクターはすべてスケルトンなので種族も固定、職業も強いて言うなら守護者や番人というところで固定でしょう。では何が楽しいのか。それはズバリ設定の肉付けです。侵入者を排除するたびに用意された質問に答えていくことでスケルトンたちの過去が形作られていくルールなんですね。プレイヤーキャラクターであるスケルトンは9種類用意されているんですが、全スケルトン共通の項目と固有の質問があり、例えば例を出すと、床に散らばる盗賊志願者の骨に埋もれつつある君のかつての所有物はどのようなもの、その答えをマップに記入することというようなものや、ここにいるスケルトンの中で生前の君を最も恐れていたのは誰、君がかつて愛していた人物は、
などがあります。かなりふわっとしていますね。このゲームは全てがこんな感じです。判定などもありません。無理やり他のゲームで例えるなら、種族や職業などのパーソナリティを決定した後、他のプレイヤーのキャラクターと設定を絡ませて、そのキャラクターの背景やバックボーンを考える時間、あの時間だけのゲームです。そしてキャラクターが完成するとき、彼らの呪いは解け、物語も終わります。俺がこのシステムの設計を理解した時の印象は、ある意味ではこれは TRPG の真髄なのだと思いました。この部分こそがこのシステムの売りです。戦闘でダイスを振ることはありません。スキルを使うこともありません。システマチックな部分はたった数行の指示に従えば、それで戦闘は終了します。例えば、とても小さく機敏なクリーチャーたちをどのように追い払い戻ってこないようにするのだろう、という一文のみが戦闘の指示です。勝利も敗北もあらかじめ決まっています。こういうルールは戦闘に限りません。ケルトンへの質問もそうですね。そういった指示への答えを考え描写するのがこのゲームのメインパートです。気取った言い方をするのなら、そのたった数行の指示は人間の想像力という地平線の彼方まで無限の可能性で満ちている世界を探索するための道しるべとなります。どのスケルトンがどう敵を倒したのか、どのスケルトンからの援護があったのか、何を思ってその手段を取ったのか、そもそもどんな敵なのか。普通のシステムならダイスを数個振って終わるその情報の処理をこのゲームでは丁寧に扱うんです。端的に言ってしまえば、このシステムは自由な発想で質問に答えていく、それだけのゲームです。ただそれだけのことに無限の可能性が宿っているんです。これ以上ないシンプルな構造でありながら、想像力でイベントに応えていき、その一つ一つが積み重なってキャラクターと世界が形作られていく。これこそが TRPG の真髄でしょう。少なくとも俺はそう感じました。ルール部分なんて10ページあるかないかなんですよ。それでも想像力と感受性がある程度ある方なら、スケルトンたちが背負う長い年月を我がことのように感じ、セッション後の語らいを楽しむことができると思います。ルールと売りについてはこのくらいですね。まだまだ伝えたいことはあるんですが、言葉にするのが難しいんですよ、このシステム。ここまでもかなり頑張って言語化したんですが、そろそろ限界です。あまりこういう言葉の使い方は好きじゃないんですが、一言で言うならめっちゃエモいです。卓ごとのセッションの性格というものもあるでしょうし、ぜひ仲のいい友達を誘って遊んでみてください。では次の項目、このゲームの視下へ参りましょう。はい、視下の項目です。視下は3つあります。今回のこの項目は俺の偏見まみれなので話半分に聞いてくださいね。1つ目、ルールが簡素であること。これは俺の持論みたいなものなんですが、 TRPG プレイヤーには大別すると2種類の人がいると思っています。それは文系型と理系型です。この呼び方も勝手につけたものなので怒らないでくださいね。文系型はエモーショナルなシナリオや推理などを楽しむシナリオを好むタイプですね。GM に向いているのはこちらのタイプです。自分が書いた物語を読むだけではなく、その中に入り込んでもらい、参加してくれた人の感情を動かせるなんて物書き冥利につきます。そこに強烈なモチベーションがあるので、シナリオを書くタイプの人はだいたいこちらですね。俺もこちらです。理系型はデータの運用にロマンを感じるタイプです。スキルとスキルのシナジーなどを考えてキャラクターを設計し、理論値の火力を叩き出せた時などに感動するタイプです。戦闘システムあるいは戦闘シナリオに向きます。
時にダイスの期待値と理論値まで計算し、強力なボスを詰将棋のように撃破できた時など放心してしまうほどの快楽を感じる人もいることでしょう。このタイプでもストーリーは二の次な、ギミックシナリオなどを書く方はいますね。さて、何が言いたいのかですが、このスケルトンズというシステム、理系型置き去りなんですね。ボスの会話とかいいからさっさとダイス振らせてくれっていうタイプの方はどうやってもこのシステムは楽しめないでしょう。好みの違いなので仕方ないんですが、そういうタイプの方はこのシステムを楽しめないでしょうし、楽しんでない人がいればその他の人も楽しむことは難しいでしょう。空気が悪くなってしまうこともあるでしょうしね。文系理系なんて名前をつけた振り分けは間違いなく俺の偏見なんですが、遊ぼうと思っているシステムを好む人かどうかの判断には有効だと思います。さて、歯科の項目2つ目、これは感受性が高すぎる人にもおすすめしづらい点です。1つ目のタイプごとの好みとは違って、これは簡単な話で感情移入しすぎると辛いんです。このシステム、感情移入して情感を楽しむ設計のシステムなので、感受性が高すぎる方は、まあ本当に極端に高すぎる方はもしかしたらセッション中に泣き出してしまったり、セッションが終わってもしばらくは気持ちが引きずられたりするかもしれません。自覚がそういうタイプだっていう自覚がある方は心の中に線を引いてほどほどに楽しんでください。最後の歯科です。自由な発想、想像力を生かすことができる設計なのは売りで言いましたが、実はこれって案外難しいんですね。さあ、どんな設定でもいいよ、思いついたものを言ってみてって言われてパッと出せるのは何かしらそういう経験がある人だけでしょう。できない人はとことんできないと思います。ただ他のプレイヤーの発想から連鎖的に自分のスケルトンについて思いつくことは多々あるでしょう。そんな時は一声声をかけて存分に利用しましょう。ルールブックにはスケルトンズは試作的な構造を持つ自由な形式のゲームだと書かれていると言いました。慣れていてもいなくても、この暗く悲しい世界で試作の旅に出るには一人だと心細いでしょうからね。ではこれで歯科の項目も終わり、最後に総評へ参りましょう。では総評を始めましょう。まずは手軽さの項目です。この項目は手軽に遊べるのか、進化はやり込むことにあるかの項目です。高いか低いかではなく、属性値を表す唯一の項目です。スケルトンズはルール構造がシンプルで、人さえ集まれば5分もかからずにセッションを始められます。これまでにお話しした通りで、成長要素なども当然ありません。中断と再開も簡単で、いい意味でここまで手軽に遊べるシステムは見たことがありません。当然満点の5点です。この手軽さの項目で点数が高いっていうのは、まあ逆を言えば奥深さがなかったりするんですが、このシステムに限ればそんなこともありません。手軽さという点で見ればこれ以上はもうやりようがないでしょう。次は世界観です。このシステムにおける舞台としての世界はボソのことです。文字通りスケルトンたちの墓場でもあります。非常に狭い世界ですが、侵入者との戦闘や年月によって変化していくことや、スケルトンたちの生前にも関わるインタラクティブな舞台として興味深いものです。あとは、そうですね、伝えたいことは多いのにこのシステムは言語化が本当に難しいですね。この企画の天敵かもしれないな。安藤優子さんの衝撃っていう曲があります。進撃の巨人のエンディング曲ですね。あの曲が奇跡的なくらいマッチしているので聴いてみてください。世界観に関しては俺が言葉で長々と説明するより、
その方が早いし情報量も多いと思います。点数に関してはどんなに奥深くても広がりはないため、満点からマイナス1点しました。個人的な好みでは満点にしたいんですが、まあ人を選ぶシステムではありますからね。はい、続いて独自性に移ります。舞台や設定はありきたりです。いや、ありきたりというと語弊がありますが、埋葬された宝が存在する墓所、ここを守るスケルトンという存在、そういった要素だけを抜き出せば、それどれもどこかで見たことがあるっていうものですね。ただそのどこにでもある食材の調理法がとても独特なものです。まあんまり丁寧に解説しても陳腐になってしまうので控えますが、必ずキャラクターロストで終わる設計は衝撃でした。楽しみ方は人それぞれ、卓それぞれではありますが、このシステムはセッション後の語らいこそが本番なのかもしれません。あの設定は泣けたわ、よく思いついたなとか、みんながシリアスやってる中俺だけなんでコメディ時空だったんだとか、あ、このゲームはプラモデルとかジオラマに似てるのかもしれません。作ることを楽しみ、作ったものを見ることをそれ以上に楽しむ、そういうシステムは少ないですし、ここまで純度が高いものはさらに少ないでしょう。もちろん満点です。次は明快さです。このシステムはとってもシンプルです。ネクロニカの時にこれ以上分かりやすくはできないと言ってしまいましたが、撤回します。ありました。人参のバターソテー以上にシンプルな料理なんかあるかと思ってたら野菜スティックが出てきたみたいな。小学生でもきちんと理解可能なシンプルさ。それもそのはず、やってることは大したことじゃないんです。ただいくつか質問を用意しただけ。その答えもユーザーに丸投げ、各自で勝手に盛り上げてねってだけです。ただそれこそが対話式、インタラクティブなゲームである TRPG における真髄、奥義、極意、秘訣、そういったものだと俺は思いました。このシステムを購入される方はルールブックの薄さにある種の失望を覚えるかもしれません。長く TRPG を遊んでいる方は同人だしこんなもんかという定感を覚えるかもしれません。大事なことですのでよく聞いてくださいね。ゲームブックならともかく、 TRPG は本に世界が収められているわけではありません。世界はあなたの頭の中にあります。ルールブックはその世界へ向かうための鍵、あるいはパスポートです。世界の大きさや魅力とルールブックのページ数は必ずしも比例しません。ちょっと臭いこと言いましたね。明快さんも5点として最後の値段の項目に移ります。自分はコノスというオンラインストアで購入したんですが、これも概要欄に URL を貼っておきます。印刷された紙の本なら1500円、 PDF なら約1000円、セットだと少し安くなって2000円です。この項目だけちょっと評価が難しくて逃げの3点としました。難しいという理由はいくつかあるんですが、まずこのルールブックが翻訳されたものであること。基本的に翻訳されたシステムっていうのは翻訳のコストが乗るためどうしても値段が高くなりがちですし、出版元との契約もあります。クトゥルフが高いのもここら辺の理由ですね。またこのシステムならではの難しさもあって、このルルブイラストもテキスト量も少ないんですよ。そういった部分だけで評価するならスケルトンズじゃなくてソードワールド買えって俺は言うと思います。ただこれテキスト量が少なくても得られる体験や感動があるならそれでいいじゃないか、むしろそれこそがっていう考え方もあるんです。まあこれは考え方や好みの問題なので、
高いとも安いとも言いづらいんですが、ここまでこの解説を聞いていただいてなんか楽しめそうかもって感じたなら購入しても損はない。安いかはわからないが決して高くはないとは言えます。はい、総評もこれで終わりました。終わってしまいましたね。もう少しこの世界に触れていたかったんですけどね。俺は TRPG とは参加者全員で魅力的な物語を紡ぐことを楽しむゲームだっていつも言っているんですが、まあでもやっぱり遊んでると自分のキャラクターの生存を優先させて攻略するっていう方に意識が向いてしまうことも多々あります。ちょっと大げさに言い過ぎだっていう印象を与えてしまうかもしれませんが、このシステムは TRPG とはという初心に戻してくれました。個人的には久しぶりに出会えてよかったって感じる一冊でしたね。ここまで TRPG オタクのキモい語りまでご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけたなら、興味を持っていただけたなら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter のフォローも何卒。ではでは、待て次回。